リマファッション。はい、ということで来ちゃいました。来ちゃいましたね、はい、古巣ビームスさんです。懐かしいところに、はい、めちゃくちゃ久しぶりに訪れました。お邪魔します。失礼いたします。すいません。ということで早速ビームスさんで今回の企画をね、すごいゲストの方も待ってるそうなので、はいはい、もう待たせすぎちゃってるんでね、はい、やっていきたいと思いますので、じゃあ皆様お楽しみに。ショップ別の春のコーディネート紹介。お、はい、ということで稲葉さん、高田さん、ここビームスさんのプレスルームにお邪魔しています。めちゃくちゃ緊張してます、はいちょっとね、噛み合わなそうな感じがするんですけど、はい、ちょっとスペシャルゲストで、ね、すごいゲストが、はい、来ていただきます。武藤さんと小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでちょっと2人に、ご登場いただくの初めてなので、はい、それぞれ自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はいはい、それでは私からお願いします。お願いします。ビームスの、現在ブリッダ・ペル・イルグストというレーベルのディレクターをしています武藤和彦と申します。ビームスに入ってもう今年で、32年目なんですけど、まあ、以前は横にいる高田君と一緒にチームを組んでバリバリやってたんですけども、はい、まあ、ブリッダ・ペル・イルグストっていうのは、まあ、大人の色気があったりとかそういったドレスのブランドなんですけども、そこを担当しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ渋い声ですね。ありがとうございます。ちょっと武藤さんも緊張してるのかなめちゃくちゃいい。じゃあお願いします。私の自己紹介させていただきます。ビームスでイベント課と、プレスを兼任しております小林純平と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、高田君とは年が同い年なのと、あ、そうですね、はい、そうそうね、そうなんですよ。高田君がビームスを去る時の、はい、送別会の幹事も、幹事司会と、あと T シャツの制作いや、はい、T シャツいつ着ていいのか分からなくてあの日以来まだ一回も着てないですね。うちもうちにもあるんですけどS サイズなんで家にしまってあります。もうしまっちゃったよ。今日着てくればよかったですね。だめだ、その T シャツの画像多分この辺に出てるんです。そうですね、もう伝説の T シャツです。なので年も一緒なんで今日はしっかりよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、いろんなショップさん別に今回春夏のおすすめコーディネートというのを紹介していただいてまして、はい、まあ、今のご時世なんでオンオフだけだとちょっと物足りないかなということで、オンオフリモート合わせた3つのコーディネートを紹介していただいております。はい、早速ビームスさんの今期のおすすめコーディネートを紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、します。お願いします。じゃあオンから。オンからお願いします。はい、オンですとこちらですね、スーツスタイルになります、はい、こちらはロロピアーナの生地を使ったウールとシルクの生地になるんですが、もうこれは肌触りが触っていただくと分かるんですけど、うわすごっ、スーパー170、ロイヤルウィッシュ、ロイヤルウィッシュ、オタッカーも非常にあって、まあ、ロロピアーナの生地のランクの中でももうトップクラスの生地、うん、いやそうですね、これは贅沢ですね。映像で伝わるかどうか、うん、すごい肌触りがいい、うん、生地のこの光沢とこの色の感じ、はい、伝わりますかね、画面。やっぱりこのブルーっていうのはやっぱり、まあ、ビジネスマンの方には欠かせないお色だとは思うんですが、まあ、やっぱ春夏らしい少し明るいブルーのものにしておりまして、やっぱこの光沢感が、まあ、外に出ていただくと、まあ、表情がより豊かな表情を見せてくれるので、うん、コーディネートを組ませていただきました。はい、でまあ、中のシャツはブルーのタブカラーにして、今シーズンはブルーとブラック、ちょっとブラックのネクタイっていうのが少し新鮮かなというところで、うん、ブルーとブラックのコーディネートにしております。新鮮ですね、うん、なんかここにネイビーのネクタイとかブラウンのネクタイって今までもありましたけど、はい、黒ベースってないですね。そうだね、うん、面白い。なのでやっぱ黒にすると少しモダンな印象になりますので、やはり皆さんネイビーはもうお持ちだと思いますので、うん、まあ、こう黒合わせていただくとちょっと新鮮に映るかと思います。あとこのブリラのシャツがトーマス・メイソンの生地になるんですが、はい、うん、トーマス・メイソンは今買っておいた方がいいんですね。トーマス・メイソンは次のオーダーから ものすごい高くなってしまったんで、うん、今はオリジナルで16,000円で出てるんだけど、もうこれはもう2万円近くになっちゃうんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。まあ、今までは、うん、
生地屋さんにお願いして結構あの頑張っていただいてたんだけど、やっぱりこんなご時世で、うん、まあ、生地屋さんもちょっと、ね、もうおまけすることできないよみたいになっちゃってて、うん、まあ、どうしてもでもトーマス・メイソンはお客様からも結構好評だったじゃないですか、うん、はい、だから続けたいんだけど、やっぱり少しあの値段は上がってしまうかなというふうに思ってます、うん、僕武藤さんとあの長く一緒にやらせていただいてたので知ってるんですけど、トーマス・メイソンのこの1万6000ってめちゃくちゃ安いじゃないですか。そうですね、しかもこのシャツのクオリティがめちゃくちゃいいんで、そう、本当おすすめですね。なんかもうどっち側か僕分かんないですけど、そうですね、ちょっと肩入れしちゃってるかもしれないですね。怒られるな、これ。これも毎シーズン何回も直したもんね。いや、本当です。腕が回らねえなとかね。めちゃくちゃ裏側も教えていただけるんですけど、次から高くなっちゃうから。めちゃくちゃ貴重な。あの、白ブルー持ってるお客様でも、はい、もう 1,2 枚買い足しておいた方がよろしいかなと思いますよ。なんかここのスーツの色も、うん、グレーを着れる人だったら着れますよね、これ全然、うん、間違いなく着れるんじゃない、うん、なんか意外とあの個性的な色と思いきや、はい、割とシックに。そうですね、はい、まあ、春夏らしさもあり、うん、まあ、ビジネスでも着ていただけるもの、うん、まあ、あとやっぱこの肌触りっていうところが特徴ですね。これはオリジナルですか？これはブリッダのオリジナルです。なんかモデルの特徴というかブリッダのオリジナルのスーツ、まあ、あの身幅はそんなにあのきついシェイプじゃないんですよ、はい、それで肩はあのこう軽くカミーチャが入ってて、うん、そんなにあのぴったりっていうほど狭くなくて、はい、あの少しあの腕周りが楽になるようになってます。でパンツの方もワンプリーズで軽いテーパードラインになってて、でブリードのスーツっていうのはもう高田君があのビームスにいる頃からもうほぼ修正とか加えないで、なぜかというとその前にお買い上げいただいたお客様がまた店頭に出していただいた時にもう僕はブリッダのこの46でいつもの通り直しといてくれっていうふうに買っていっていただける、まあ、結構忙しいお客様多いんでね、まあ、そういうふうに方がまあいいかなと思って、まあ、店舗の方からもそういう要望があったし、まあ、そういうことがあって、まあ、高田君がいる頃からと全く変わってないモデルなんです。完成されたもん、ね、完成されたモデルです。脇も高いし、はい、胸のボリュームもすごい綺麗に出るんで、ただこうなんでしょう、ガチッとした男性っぽさっていうよりはなんかもうちょっとこう柔らかく、うん、それでもこうちゃんとこう体のなんでしょう、ボリューム感が出るかっこよさっていうのがあって、うん、こっち側ですね、まだそうですね、なんかコメントのタイミングもなんかこっち側になっちゃってます。向き変えた方が1対3ですね、今日、まあ、1対というか、はい、ちょっとやばいですね、あとねこれ影響します、ね、あとあのこの僕ブラックのネクタイの組み合わせってあのやっぱりちょっとネクタイの提案としてもモノトーンが出てきた後から多くなってきたじゃないですか。で、まあ、伊勢丹でもあの結構取り揃えさせていただいてるんですけど、あのコーディネートに迷うお客様って多くて、うん、ブラックのネクタイ、うん、なのでまあこういう今これ見ていただけると非常に分かりやすく V ゾーンがこう締まる感じですよね、うん、まあ、ブラックなので、まあ、もちろんグレーのスーツとも相性はいいので、はい、まあ、基本的に男性のスーツだとそんなに色のバリエーションも多くはないと思うんですが、うん、あと今日稲葉さん着てらっしゃるようなオリーブとの相性もブラックはいいので、はい、まあ、そうすると基本的に男性の装いのカラーにはもうほとんどマッチするものにはなっています、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これが温度のスタイルになっております。オフは武藤さんから説明をお願いいたします、うん、オフスタイルっていうのはやっぱりあの次の春夏のやっぱり重要な部分っていうのはやっぱり色物を入れるっていうこと、うん、やっぱりここが白だったりすると普通なんだけど、やっぱりカラー物の今これ T シャツだけど、はい、カラー物を入れることによってすごい新しさっていうのが、うん、あの表現できる。でこういうスウェードのすごい上品な感じ のシャツジャケット、それに白いパンツでコーディネートして、まあ、ちょっと爽やかな感じ、うん、まあ、なんていうのかな、あのモテコーディネートだよね、いわゆるね。確かに、うん、いいですね。こういう感じでこう爽やかで、色物を入れて新しさを出す、まあ、こういうコーディネートが今年の春夏のおすすめです、うんうん、あとは、まあ、例えば春先はこういうスウェードのジャケット着てもいいけど、夏になったらあのリネンのあのオーベルジュのチャイナジャケットのベージュのこういう感じの組み合わせでなんか色物の T シャツとかかましてもいいんじゃないかな、うん、これあれですね、毎シーズン完売しちゃうコラボものですね。そうで、これも高田君がいる時に一緒に、うん、最初バイングしたじゃない、はい、であの時は黒だったけど、うん、
黒はもう一瞬でもう1週間持たないで完売して、すごいですね。で今年は新しくこのベージュを入れて、さらにはパンツも作ってセットアップでも着れるような感じに、うん、してるんだよね。そういうところがやっぱり、そう今小林くんがやってくれてるけど、こういうカラーものをこう入れたりする。あ、いいですね。なんか結構こうベージュとか白とかってアースカラー系でまとめちゃいがちですけど、中にこう色入るとすごく綺麗でいいですね。うん、やはりその色が入るとすごい綺麗になって、うん、新しさも出るし、うん、まあ、ビームスらしさというのも出る。あとはパンツもウエストゴムのナンバー、これはそう、ナンバー M の、でナンバー M の、 あのゴムってすごい、あのシップとか作ったりする、はい、あのそういう会社のベルトを使っにお願いして別注して作ってるんで、すごいフィット感がいいんですよ。特許取ってるようなゴムなんですね。そうなんですよ。だからもうあの普通のウエストゴムのパンツと違って履いただけですごいフィット感が良くて、こうなんかずれたりしづらいんですよ。そういうところが非常にこのパンツ の、 あの優れてるところ、まあ、こういう感じで合わせていただくのが、まあ、ビームスの今年のおすすめのカジュアルなんです。なるほど。やっぱり今在宅でやっぱりご自宅で立ったり座ったりが多い方も多いと思いますね。そういう時にすごい楽履いていただきます。そこのゴムってもうもはや必須の、ね、ヒールの一個になってますね。本当大事ですよね。でまあ、あのベルトしていただければもう普通のパンツとして履いていただけるんですけど、はい、まあ、なくても全然フィットするようになっております。なるほど。こちらがオフ。はい、ありがとうございます。続きまして、リモート、はい、はい、こちらにで、リモートに関しましてはやっぱりその画面、はい、映えするものをちょっとコーディネートとして組んでおりますので、はい、どうしてもまあベーシックなものを、はい、安くなってしまうと思うんですけど、ちょっとこう白を基調として、うん、まあ、先ほどもありましたけど、あのカラーを中に刺すっていうので、これはちょっとあのもう少しカラーのトーンを抑えたものではありますが、うん、ちょっとブルーの、うん、最初ネイビーを合わせたんですけど、はい、そうすると結構画面越しでちょっとシックすぎるかなっていうので、うん、ちょっと明るい色を選んでおります。でパンツはあのデニスラで、こちらもあのウエストがゴムになっている、はいはいはい、イージーな仕様です。ストレッチ性もすごい高いものになってますので、あの在宅にはすごい適しているかなというものです、うん、あとこちらのジャケットも非常に伸縮性が高いものになっておりますので、 PC 作業も非常にしやすいものになっています。あと、うん、このストライプとかのジャケットは今シーズン、そうだね、かなりストライプのジャケットも多く出てきてるけど、これは白ベースにこういう、まあ、色が新しい、こういうなんていうの、ブルーグリーンみたいな色、はい、まあ、こういう色のストライプっていうのは非常になんか新鮮味があって、あの、まあ、ものすごい新しく感じるなというのがありますね。画面映えってやっぱりなんかちょっと着眼点でした。あのやっぱりすごくご要望があって、うん、あの肌のお手入れとかもやっぱ需要伸びてるんですけど、うん、この洋服で画面映えを気にするスタイリングってやっぱちょっと我々は提案していかなきゃいけないって今ちょっとお伺いして思いましたね、うん、どうしても楽な方とか、うん、あの楽だけど上質にっていうのももちろんあると思うんですけど、うん、画面映え確かにすごい大事ですね。画面映えってやっぱ着心地、着、はい、やすさみたいなところは、うん、あの提案していきたいなというふうに思っております。なんかシャツじゃなくてこうポロシャツだったりとか、うん、で T シャツじゃなくて襟がある方がやっぱり安心感とそのカチッとした感じっていうのが出ますし、で色もネイビーよりも明るい、ちょっと明るい色の方が顔も映えるし、ね、結構なんか本当にこういう風なのを合わせていくだけで全然変わりますよね、まあ、ただあの全然このまま外出ていって、そうですね、デートに出かけていただくことも可能なものになってますので、うんうん、まあ、ちょっとさすがに在宅だけだともったいないので、うん、もったいない、まあ、そうだね、まあ、そういったスタイルを意識して、これもちょっとモテを意識した感じではあります、はい、画面の中でも これを着てる人のところにこう目が行くもんね、うん、ネイビーのジャケットとかグレーのジャケットとか着てる人じゃなくて、パッと、あ、これ誰だみたいな感じでね、うんうん、こちらがリモートワークのスタイル提案になります、はいはい、以上3つご説明させていただきました、はい、ありがとうございます。山田さん、はい、いかがでしょうか。サイズタイル、お手柔らかにお願いします。あの高田さん、最後コメントさせていただくって言ってました、はい、僕も結構もビームスタイルでコメントというか売り込んって言ったんですけど、ね
まあ、それがコメントになってないかなと思いつつですが、はい、いやでも本当にどのスタイルも、はい、もう本当に間違いないですし、はい、まあ、ブリーラのスーツ特に僕も、ね、一緒にやってたんで、うん、めちゃくちゃいいですし、めちゃくちゃいいですよ、ね、でナンバーMのパンツとかもう本当どれもおすすめなんで、とりあえず買いに来てください。あとすみません、1個だけ、はい、あの以前あの中村さんも実は出ていただいた時にもお伺いしたんですけど、うん、あのまあ、高田さんがこのチャンネル顔となって出ているので、ちょっとお二人にお伺いしたいのは、高田さんの、まあ、秘話というか、当時の、それ今聞くんですか？いや、1個やっぱ聞かないとなと思って、高田さんはどういう方だったかっていうのをお二人からお聞きしたいんですけど。うん、まあ、高田君とは、まあ、6年ぐらいか一緒にやってたんです。そうですね、はい。はい、まあ、6年ぐらいも一緒に2人でコンビを組んで、はい、まあ、いろんなバイング、あとは海外なんかも行ってたんだけど、はい、まあ、一言で言えばその6年間って楽しかったなっていうのがありがとうございます。あって、で、まあ、12月で忘年会シーズンなんかなると、家族で過ごしてる時間より高田君と過ごしてる時間が長いんですよ、実は。大体朝から朝まで一緒にいて、そうそうそう、朝から朝まで一緒にいて、1回帰ってまた10時ぐらいに家に行って、また会社で会って、でまた夜どっかあの忘年会行って、なんでもうあの5分の4ぐらいは高田君と一緒にいて、家族なんかほとんどあの見ることなかったような。本当そうですね、うん、懐かしいですね。まあ、そんな中でも伝説といえば、まあ、銀座のお店で裸になったのが高田君ぐらいかなって、うん、カウンターに入っちゃったりします。カウンターに入っちゃったり、裸になってママに叱られたり脱がないでなんて言われちゃってやっぱすごいやつだなって思ったけどね、まあ、それが一番すごかったかな。いや、ありがとうございます、うん、真面目なところから落としていただいてよかったです、はい、楽しかったのも今の話、夜が多かった。夜が多いですね確かに仕事の方じゃなかったですね。そうですね。小林さんはいかがですか？僕はまあ年が近かったので、はい、一緒なので、はい、ただでも高田さんは結構やっぱ仕事はちゃんとかっちりしてると、見た目以上に記憶力がすごい良かったので、なんか見た目以上に、はい、結構トークイベントとかで地方とかよく一緒に僕が司会で、はいはい、あの登壇者で出ていただいたんですけど、はい、まあ、その時やっぱりもう喋りがうまいので、すごい記憶力がいいんだなと思って、あとはやっぱりあの皆さんご存知ように、あの酒に飲まれるタイプなので、そうですね、率先して溺れに行くタイプですよ。だから僕一回あの朝まで一緒で、はい、あの置いて帰りました。それ賢明ですね。はい、僕もちゃんと一回置いて帰ったんです。ビームとしては大先輩なんですけど、年一緒なんで、いいかなと思って置いて帰りました。ありがとうございます。はい、いや、もう最後落としていただいてありがとうございます。やっぱお酒は出てきますね、キーワードですね。そうですね、はい、もうめっきり飲みに行けない感じですけどね、はい、すいません、あの今日はお忙しい中、いいありがとうございます。どうもありがとうございます。またぜひあのご出演いただけたら、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。